韓国の女性 YouTuber、ヤン・ユウォン氏に猥褻行為を働き露出写真をルフした容疑で起訴された撮影者募集責任者チェボー被告に懲役4年が求刑された。韓国検察は7日午前、ソウル西部地裁刑事4単独異人4判事審理で行われた結審公判で実刑を言い渡した。また、チェ被告の身分情報公開と収監命令、就職制限命令も宣告するよう要請した。チェ被告は2015年7月10日、ヤン氏の露出写真を115枚撮影し、昨年6月に知人らへ写真を流出。2015年8月にはヤン氏の下着を持ち上げて猥褻行為をした容疑を受けている。チェ被告はまた、2015年1月、ソウル市内のスタジオで女性モデルに、服を早く着替えなさいと促しながら猥褻行為をし、2016年9月から昨年8月まで13回にわたって女性モデルたちの露出写真を同意なくルフした容疑も受けている。チェ被告は写真ルフは認めたが、猥褻に関しては容疑を否認している。被告は、写真ルフを心から反省し悔いているとし、被害者に心から謝罪したいと述べた。だが、猥褻の事実はない。今後残った人生でどんなことがあっても、他人に被害を与えたり、法を犯すことはしないと反省しながら生きていきたいと伝えた。チェ被告の弁護人も、被告人は写真流出を自白し、これを反省しているとし、ただし、していない行為まで処罰を受けるのは悔しいと述べた。続けて、写真ルフも知人らと共有したものが、予想外にネット上に拡散したものとし、刑事事件はじめ犯である点を勘案し、裁判所が善処を施してほしいと求めた。チェ被告の宣告公判は来年1月9日に行われる。